What is going on, everybody? I'm the one and only Dark Monster Moon 87, back with some Fairy Tale, and we're still in the tournament right now. We're gonna be playing as Wendy, and it's gonna get really chaotic, but it's also gonna get pretty fun. So I hope you all enjoy. Let me know what you think of the tournament and what's about to happen in the comments below. Thank you all for watching. If you enjoy the content, be sure to subscribe, hit that like button, stay up to date on my channel, and I'll catch you on the next one. やばいぞ。行け。天神の発電。天神の発電。そろそろ行くよ。天神の突破。天神の発電。天神の発電。やばいよ。 私と同じ魔法使う子いるってちょっとやりすぎちゃったかな。ごめんね、痛くなかった？平気です。戦いですから。せっかくだからもっと楽しもうね。私、戦いを楽しむってよくわからないですけど、ギルドのために頑張ります。うん、それでいいと思うよ。私も 愛とギルドのために頑張る。天神の。みんながここまでつなげてきたんだ。私は戦いは好きじゃないけど、ギルドのために戦わなきゃいけない時は 私だって本気でやります。熱流王子昇華天空戦。やりすぎちゃったかな。でもこれで。 まだこれからだから。やっぱすごいね、フェンディ。なんだこいつ。傷が消えている。大丈夫、もう降参しとく。私、戦うのは嫌いじゃないけど、勝敗の見えてる一方的な暴力は愛がないと思うの。降参してもいいよね。できません。私がここに立っているということは、 私にもギルドのために戦う覚悟があるということです。情けはいりません。私が倒れて動けなくなるまで全力で来てください。お願いします。うん、それが礼儀だよね。はい、頑張ります。 やばいぞ。行け。熱流王子。
で時間切れ。試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。痛かった？ごめんね。いえ、そればっかりですね。楽しかったよ、ウェンディ。私も少しだけ楽しかったですね。え、友達になろう、ウェンディ。はい、私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セーバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強。よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒール、女性だけのギルドだな。始める前に私たちも賭けというものをいたしませんか？申し訳ないが興味がない。敗北が恐ろしいからですか？そのような感情は持ち合わせていない。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する主義であるゆえ、軽はずみな余興は遠慮したいのだ。では重たくいたしましょう。命を賭けましょう。その覚悟が誠のものならば受けて立つのが礼というもの。よかろう、参られよ。セイバートゥースの前に立ったのはあなたの運。開け、創魚球の扉、天秤球の扉。恩刀フグ大天、抜かぬ太刀の型。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたね。人魚は時に虎を食う。私が敗北。セーバートゥースの命、そなたの命は私が預かった。よい。はい、仰せの通りに。あのセーバートゥースが負けた。セイバーの女が弱かった。マーメイドの女が強かった。後者だな。奴は試合中一度も刀を抜かなかった。手加減してるってこと？わからん。それだけならいいのだ。伺いました。セイバーが何の用だよ。ナツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。創魚球の鍵と天秤球の鍵、
この二つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか？それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道十二門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵全てが揃うのです。世界を変える扉が開く。世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され、精霊を愛する方です。12の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来ればおのずと12の鍵は再び揃うでしょう。またお会いできるといいですね。もったいないことしたわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セイバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私にはあの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルーシー、俺出てくる。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。じゃねえんだよな。ほら、夏ってばセイバートゥースってだけで悪者だって決めつけちゃってさ。だからこうして謝りに来たんだろうが。謝る？ごめんな。軽っ。ごめんね。これでも少しは大人になったんだよ、夏は。どういう意味だよそれ。わざわざそのためだけに私を追って。お前ずいぶん暗い顔してっからさ、俺気分悪くさせちまったかなって。 いえすみません。いや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 、謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。どうしたの？私、人にこのように気を使われたことがないもので、私ずっとセイバートゥースに憧れていました。去年やっと入れたのに、私はもう帰ることは許されない。たった一回の敗北で辞めさせられたのです。大勢の人の前で裸にされて、自らの手で紋章を消さねばならなくて、悔しくて恥ずかしくて、自尊心も思い出も全部壊されちゃって。それなのに私には帰る場所がなくて。悪いけど他のギルドの事情は俺には分からねえ。ナチュ、はい、すみません。私つい他のギルドだけど
同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて、紋章を消されて、悔しいよな。仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。仲間。よいしょっと。マスターはどこだ。お前がマスターか。一度の敗北でクビだって、なかなか気合入ってんな。だったらお前も俺に負けたらギルドやめんだな。ノツさん、自殺行為だ。ウロモ様、自分のところの仲間を仲間と思えねえ奴は許せねえんだ。何の話か分からねえだと。逃げんのか。俺と勝負しろ、ライエンリーの激突。今宵の宴もこの辺でお開きにしまいか。ああ、世の中には体裁という言葉もあるものでな、攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党演武出場者を潰したとあっては我々としても立つ瀬がない。どうだろう、ここはわらわの顔を立ててはくれまいか。さすればこの子猫は無傷でそなたに返すこともできよう。ごめんなじゅー。ハッピー。クソ、部下が何人かやられてはいるが、わらわが今回の件不問に付しても良いと言っている。そなたに大人の対応を求めようぞ。いいんだハッピー、俺の方こそ放っておいて悪かった。帰ろう。はい。決着は大魔党演武でつけよう。思う存分な。お前らなんかには負けねえよ。つうか俺たちには追いつけねえ。ギルドなら仲間大切にしろよ。俺が言いたいのはそれだけだ。俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか、夏ドラグニル。